南北戦争の終盤、1864年のバレー方面作戦の一部として9月19日にバージニア州ウィンチェスターで行われた戦闘である。南軍のジュバルアーリー中将軍がウェストバージニア州マーティンズバーグでボルティモアハイオ鉄道を襲撃したので、北軍のフィリップ・シェリダン少将は第6軍団と第19軍団を伴いベリービルパイクを通って、 ウィンチェスターに向けて進軍し、オッペクオンクリリクを越えた。北軍の進軍が遅れてその間に、アーリーは自軍を集結できるだけの時間が取れ、主力による猛攻を行って、戦いは数時間続いた。両軍の損失は大きかった。南軍の前線は、次第に、ウィンチェスターの街の方向に交代させられた。午後半ばに、 第8軍団と騎兵隊が南軍の左側面に回り込んだ。アーリーは総退却を命じた。両軍ともにその規模、戦いの激しさ、さらには召喚クラスの重大な損失とその後の影響の、ゆえに多くの歴史家たちは、この戦闘をシェナンド警告における最も重要な戦闘と考えている。北軍のフィリップ・シェリダン少将は、 シェナンドー軍指揮官を任せられ、ジュバル・アーリー中将軍による脅威に対処するために、シェナンドー渓谷に派遣された。1864年の初秋の大半では、シェリダンもアーリーも慎重に、小戦闘を繰り返し、互いの戦力を図っていた。アーリーはこの限られた行動が、シェリダンは戦いを恐れていることを意味するものと誤解し、その軍隊を、 マーティンスバーグからウィンチェスターまで参加させた。シェリダンはアーリー軍が分散したことを知り、即座にウィンチェスターに進軍した。そこはこの南北戦争の間に二度大きな戦闘が行われた場所であり、二度とも南軍が勝っていた。アーリーはすぐに自軍をウィンチェスターに集め、9月19日のシェリダンの攻撃に間に合わせた。東方から来た北軍は、 狭い渓谷と道路を抜けて行軍しなければならず、このことで市長隊の進行が渋滞して攻撃も遅くなった。この遅れによってアーリーはその前線をさらに強化することができた。ジョン B ・ゴードン少将の師団が北方から到着し、南軍前線の左手についた。正午までにシェリダン軍が戦場に到着したので、シェリダンは、 アーリーの前線への正面攻撃を命じた。左手に配置された保冷ョライト少将の第6軍団は、砲兵隊に支援された丘の上に、南軍が残豪に入っているのに直面して、歩みを止められた。ウィリアム・ウェモリー少将の第19軍団は、第6軍団の北に配置されて、まばらな林を抜けて、ゴードンの師団を交代させたが、その追撃中に、 向こう側の開けた場所に入った時に、砲兵隊によって損失をこむった。第5軍団が前進を再開し南軍の右翼を後退させ始めたが、第6軍団と第19軍団は徐々に離れ始め、その間に隙間ができた。この時北軍のデイビッド・エラッセル巡将の手段が急行してその隙間を埋めた。ラッセルは胸を撃たれたが、 その手段の前進を続けさせた。エモリー・アプトン巡将の旅団がその隙間に到着したが、すでに遅く、南軍はその隙間を通して、反撃を開始していた。アプトンはその部隊に応対を組ませ、突撃させた。この突撃を率いたのは、第2コネチカット重砲兵連隊で、不評隊として機能していた部隊の若い大佐で、ラナルド・エス・マッケンジーだった。 ラッセルは2発目の銃弾を受けて致命傷を負った。アプトンが死弾式を引き継ぎ、戦場は一時的な昇降状態になった。この時点でシェリダンは戦闘を素晴らしい勝利と言ったが、まだ戦闘を止めさせるつもりはなかった。シェリダンは南軍の左側面を探るためにジョージクルック准将の第8軍団を派遣した。 一方、ジェームズ・ H ・ウィルソン巡将の騎兵隊が、南軍の右側面に回り込んでいた。シェリダンは3個軍団で前線を作り、全軍前進を命じた。この新たな前進はうまく始まらなかった。クルック軍団は湿地を抜けて前進しなければならず、第19軍団は全く前に進めなかった。アプトン将軍はその側面にいた第19軍団の、部隊に、 自分の手段と共に前進するよう説得に苦心していたが、この時砲弾でその太ももに深い傷を受けた。軍医が出血を止めることができたので、アプトンは担架を持ってこさせ、その上から戦闘の残りを舞台に指示を出し続けた。最後は、南軍の前線だ交代を始めた。シェリダンは目前に迫った勝利に興奮し、前線に沿って動き防止を振り、 叫び続けた。その日遅く、北軍の騎兵隊2個師団が、北方から到着し、南軍の左側面に襲いかかった。ウェズレーメリット巡将の師団が、南軍の防御工作物を潰し、一方ウィリアム・ W ・アブレル巡将の師団は側面に、回り込んだ。南軍は、総退却となった。退却中に捕虜になった者の中にはウィンチェスターに、止まっていた。 南軍将軍数人の妻たちも含まれていた。ジョン B ・ゴードンはその部隊の被害を避けるために妻を残していくしかなく、妻が北軍の捕虜になるものと思っていた。しかし、その妻はうまく逃亡することができた。オペクオンの戦いは北軍にとってシェナンドウ渓谷における転換点となった。 アーリー軍はそれまでそれほどの損失を出していなかったが、それに続くフィッシャーズヒルやトムズブルックの戦いで敗北を重ねた。ちょうど1ヶ月後にはシーダークリークの戦いでアーリー軍が決定的な敗北を喫し、この方面作戦を終わらせた。バレーでの勝利は1864年秋の他の北軍勝利とともにエイブラハム・リンカーンの大統領再選に 貢献することになった。この戦闘は重要な指揮官の損失の多さでは特に被害人大となった。北軍では、ラッセル准将が戦死し、アプトン、ジョージ h ・ h チ・ャップマンを及び、ジョン b ・ b マッキントッシュ各准将が重傷を負った。南軍では、ロバート・イ、e、ーローズ少将が戦死し、アーチボールド・ゴッドウィン大佐。 フィッツ・ヒューリー少将、ウィリアム・テリー淳将及びウィリアム・ワートン大佐が負傷した。南軍の戦死者の中には、ジョージ・エス・パットン・シニア大佐もいた。その孫が、第二次世界大戦で有名になった、ジョージ・パットン将軍だった。サーモン、P359 アイハー、P744、エスタ・メッツ33600インファントリー。 6400キャバルリー NPS39240 アイヒャー P744 エスタメッツ8500インファントリー2900キャバルリーサーモン P35912500NPS15200AB ケネディピアニッシモ315から 16NPS 第1次ウィンチェスターの戦いと 第2次、ウィンチェスターの戦いを参照。ありがとうございます。